みなさんこんにちは、ギフサと申します。本日は鎌倉殿の13人第29話のストーリー解説をしてまいります。シナリオブックをもとにストーリーの骨格を解説していく動画でございますので、ネタバレ嫌な方に関しましては放送終了後に復習目的でご活用いただければと思います。それでは早速お話入っていければと思うんですけれども、本日全部で4つお話しさせていただきます。まず今回の第29話のタイトルはままならぬ玉というタイトルになっているんですけれども、まあどういう意味だろうなってね、気になりますよね。まあそれこそ第27話だと鎌倉殿と13人というタイトルだったり分かりやすい回もあるんですけれども、ままならぬ玉ってどういう意味だろうなってこう、気になりますよね。でまあシナリオ全体を読み込んだ上で、まず玉というのはまあ単刀直入に蹴鞠のこの玉を、示しているっぽいぞということはまあ分かるんですけれども、まあちょっとここには改めて後ほど話戻ってこれればと思うんですけれども、おそらくストーリーを読み込んだ上だとそこから派生して大きく2つの意味が、あると考えられます。まず1つは2代目鎌倉殿、まあ、源頼家ですけれどもが、やはり今回の29話のストーリー全体を見ていっても、まあ、やっぱり頼朝に比べるとカリスマ性もないし、まあ、それこそ若さゆえの最初のこう意気込みみたいなのがちょっとこう影を潜め始めていたりとかもあるので、ちょっと安定しない鎌倉殿っていうのがおそらく一つの意味だろうと。でもう一つ、今回三代目の鎌倉殿誰にしようかと、まあ、生前にねもうある程度示したいので、その話で大揉めになるので、まあ、それがなかなか決まらないという意味でままならないという意味があると考えられますっていうになった時に、いや蹴鞠のこの玉どこ行ったのよって思われるかもなんですけれども、鎌倉殿の13人のオープニング映像はあるじゃないですか、石像のあれね。あの中で蹴鞠を蹴っている、まあ、御家人というか誰かわからないんだけども、4人ぐらいで蹴鞠を蹴っていて、そこにこうこの玉が浮いているっていうシーンが後半の方に1箇所あるんですよ。でガイドブックとかにこのオープニング映像はどういう意図で作られているかっていうことがまあ説明されていて、それまあ別途の解説動画私アップしているんですけれども、その中にそこで蹴鞠をしているこの場面のこの玉が浮いている理由っていうのは、将軍職がままならない不安定な状況を暗示しているっていう風に説明されているんですよ。っていうことを考えると、この玉が浮いてこう浮いて不安定な状態イコールこれを将軍職と考えると、さっきの説明納得いきませんか。今の将軍職である、今将軍職を、やっている頼家自身が安定しない状態、まあ、不安定というか頼りない状態、支持率を集められない状態であると。そして三代目自体が決まらないので宙に浮いている状態なので、まあままならぬ玉に関してはおそらくこの二つの意味は含まれているだろうと考えられます。まあ、ただ鎌倉殿の13人は実際映像本編放送を見てみるともっと複数の意味が、含まれている可能性も十分に、過去の回を見るとねございますので、もしかしたらこの他に3つ目4つ目の意味もあるのかなというふうに考えられます。まあ、一応この2つに関してはおそらく含まれているだろうということで、理解いただければと思います。じゃあその上でストーリー解説は早く入っていきたいんですけれども、今回ストーリーを理解する上で重要なポイント、非常に明快ですので事前にそれをですね押さえておきましょう。何かというとですね、こんな感じでございます。今回のメインとなる議題は誰が三代目鎌倉殿となるかということ、これで大揉めする回でございます。でなぜじゃあ前回までそんな話が出ていなくて今回からいきなりこんな話が出てきたかというと、今回ですね正室つつじ、前回ちょっとつわりっぽくこうほら戻しそうになっているところで、側室の説がちょっとこうほら気遣ったりしてるシーンとかもありましたけれども、あれ妊娠していたわけですよ。まあつわりだったわけなんですけれども、まあそれのですねつつじが、男の子を出産します。全財という、男の子を出産いたしまして、それによって誰が三代目やるっていうことでそれぞれの御家人たちの思惑含めて、大揉めするという話でございます。まず源頼家、今の鎌倉殿の弟、まあ、千幡という名前でございますけれども、まずその弟が一人候補として存在しております。まあ、今の鎌倉殿の弟ですので、プラスして、まあ、前回の梶原の影時に誘拐未遂にもあっておりましたけれども、側室である摂には男の子がすでに生まれておりまして一幡でございます。そして今回生まれたのが正室つつじの子で全財という形で、この3人それぞれ誰にしたいということで思惑入り乱れる形となります。まず
頼家の弟である千幡に関してはこれは今後史実としては彼が三代目鎌倉殿になります。三代目鎌倉殿源実朝になる人物でございます。それに対して側室摂の子、まあ、要は今の鎌倉殿の側室ではあるけれども一番最初に生まれた男の子一幡に関しては比企能員がですね、まあ、の要は娘が説でございますので比企能員からすると一幡が三代目鎌倉殿になると自分の比企家としての権力がよりこうアップして何なら北条家の権力がより下がるって形なのでベストなので、まあ、今回に関しても今回こう29話通しても結果的には一幡でまず行こうよってところに一旦は落ち着きます。なんですけども今後第31話で比企能員の変というものが起きまして北条 vs 比企で、まあ、北条家が勝って比企家が滅亡するって話があるんですけれどもそういった話になってしまいますので、まあ、結果的には一幡は後継ぎにはならないという流れとなります。まあこれもね史実上は単純に殺されたみたいな感じで言われてますけども鎌倉殿の中だとちょっと二点三点あって面白いんですけど、まあ、本日はそこは置いておきましょう。そして正室ツツジの子に関しては正室ではあるけれども一幡より後に生まれたのでだからここで厄介なんですよ。ここで厄介なんですけれどもその前在に関してはこれ後にはですね公行と呼ばれる人物となります。まあ史実だと公行という名前でね、覚えている方も多いと思いますけれども鎌倉殿の13人の中では公行というふうに読むというふうに発表がされております。でこの公行に関しては三代目のこの源実朝、三代将軍源実朝を実質暗殺する人物という形でございますので、まあ、それぞれがこう、まあ、数奇な運命なので後の三代目鎌倉殿実朝は公行に暗殺される。でも公行はその後ですねすぐ命取られてしまうんですよね。で一番に関しては比企能員の変の流れの中で命を落としてしまう流れとなりますので、まあ、それぞれがこうまあなんて言うんだろうなね、こう後を継ぐ話なのに御家人たちさまざま足の引っ張りの中でそれぞれが悲劇的な最後を迎えてしまうという形なので、まあ、ちょっと悲しい部分もありますけど、まあ、こういった形で三つどもえで VS 構図になるというのが今回の話でございます。まあ、それを押さえておくと本日の話そんなに難しくないの で順番に、順を追ってですねストーリーを見てみましょう。まずですね鎌倉殿の13人が前回の28話で11人に減っちゃいましたけれども、今回でですね、9人に減ります。はい、9人に減っちゃいます。また2人減るんですけれども、まずですね、これ多分場面写真、まあ多分梶原の影と梶原一派の首桶ですよね、おそらくね、と思われるんですけれども、まず、梶原の影時は、討ち死にする形となりまして、まあ今回で死亡が確定します。まあもう前回の時点で追放されてるので、頭数には含まれていないですけれども、まあ、要は中原の近義と梶原の景時が減って11人ですけれども、まあ、一応討ち死に確定ですよと。でその3日後に三浦義澄も亡くなります。多分ですね場面写真一応これあるんですけれども戦とかじゃなくて普通に病死とか老衰とかだと思うんですけど、まあ、亡くなりますよと。でしかもその後を追うように足立森永も、亡くなってしまいますと、それによって9人になります。だから命を普通に落として戦とか追われるとかじゃなくて亡くなって11から9に一気に減ってしまうという流れとなります。でまあそれによって、まあ、頼家へのこう抑止力みたいなのも弱まってしまって、まあ、頼家からしてもこれから好きにやらせてもらうぞみたいなことで、ちょっと強気な態度に出るという形でございます。まあ、なんですけれども、まあ、比企能員はまあ、自分のね比企家としての、まあ、座をよこの権力の座をより盤石にしたいっていう、まあ、思惑はありつつも一応まあ育てたっていう情もあるので、まあ、ちゃんと支援しようとするんですけれども、まあ、それすらその後ろ盾すら頼家拒否してもう鎌倉殿は俺だお前関係ないだろみたいな形のこう立ち振る舞いを取るという流れでございます。でそんな流れの中でさっきこの重要ポイントのところでお話しした後継ぎ論争が始まってしまうんですけれども、先ほどお話しした通り頼家の正室であるツツジが男児全財を出産いたします。後の公行と呼ばれる人物でございます。で目の父育ての親には三浦義村が選ばれまして、まあそれが結果的に公行の後の数奇な運命と、まあ、話つながってきますけれども、まあ、本日は割愛と、まあ、一応公行は後に三代将軍源実朝も暗殺するという非常に重要なポジションに、なってまいります。でこういう風な状況になると先ほど示した通り三つどめの構図になるんですけれども、まず義時は
まだこの時点でてかまあ基本ずっとそうだと思うんですけども、一応中立の立場なんですよ。まあ、北条が引きがあってやっている中においてもまだ基本比較的とにかく鎌倉を盤石なものに発展させるって意図でこう動いておりますので、義時からすると、まあ、一種冷静に俯瞰的に見た上で正室に男児が生まれた、一番目の奥さんに男の子が生まれたということはその子が後継ぎっすよねみたいな感じのこうまあ匂わせをすると、そしたら比企能員がこう釘を刺すように、いや言ってもあくまでも一番最初に頼家の血が流れている子供として一番最初に生まれた男の子は一幡だから、先に生まれたのは側室の男児の一幡だぞということで、いや一幡が後継ぎだぞというふうに比企能員は言う形となります。しかし一方で北条時政と陸からすると、一幡だろうが一幡だろうが善哉だろうがどっちであっても北条家何の得もないんですよ、三代目将軍どっちになったとしても。ってなった時に目をこう全体を見ると、まあ、先ほどから話出ている弟、頼家の弟である千幡に関しては乳母があの前女夫妻なんですよ。あの前女夫妻が育ての親なので、千幡が次の将軍になってくれると北条家に関しては改めて今の二代目将軍頼家よりも、少しこうまた、改めて位が上がるし、まあ必然的に比企家のまあちょっとパワーアップが落ちますのでいい感じということで、まあ、義時は中立の立場なんで別にすごいなんつうの意地でも善哉をって感じではないんですけれども、まあ一応これで善哉と一幡と千幡とで、それぞれ思惑入り乱れるという形になってしまいますよと。はい。でそんな流れの中でこういう状況になって張り切るのはやっぱり陸さんじゃないですか。で陸さん張り切っちゃいまして、まあなかなか今回も恐ろしいことをこう考えるんですね。陸がですね、あの禅嬢に呪詛を呪ってくれということを依頼いたします。で当初誰を呪うんですかっていうふうにあの禅嬢が言ったら、まず北条時政が比企能員を呪ってほしいってことを言います。比企能員を呪えばやっぱり比企能員が裏で今いろいろ画策してたりするじゃないですか。だから一幡を後継にするっていうのも比企能員の後ろ盾がなくなるとその可能性も少し弱まる可能性があるので、比企能員をまあ呪い殺してくれってことを言うんですけども、そしたら陸がですね躊躇せずに、いや鎌倉殿を呪ってくださいっていうふうにこう笑顔で言うっぽいんですよ。もう想像つきますよね、あの宮沢りえさんのあの表情がね、鎌倉殿をみたいな感じで多分言うと思うんですけども、まあそういった形で、もう躊躇なく鎌倉殿を呪えというふうに言います。まあ、ただまあしばらく病で伏せてもらえればいいのですというふうにこう言う形となります。まあ殺さなくてもいいよと言っても恐ろしいんですけれども、まあそういった形で陸さん今回も絶好調で画策をするという流れですね。そんな中ですね、自然災害が襲ってしまいます。まあ日本はやっぱいつの世もね、天災が、つきものでございますけれども、台風被害が起きます。まあ台風の被害がありまして、百姓たちはですね、それによってこうまあ畑が荒れてしまったりとか、台風夏場ですので、まあ稲がきっと倒れてしまったりしたんでしょう。まあ不作に苦しみます。なんですけれども、いつの世もやはり自然災害、大きな災害、天災が起きると、政府っていうのは動かなきゃいけないんですけども、まあ今でいう政府である幕府のトップである頼家は、この台風被害に関して何も対策を講じず、何もこう対処せずに、まあ蹴鞠三昧の日々を、していると。そしたらですね、坂口健太郎さん演じる頼時が、他にやることがあるのではないでしょうか。いつも正論言いますね、いいですね。って言うんだけれども、まあそしたらうざいみたいな感じでこう、意見を全然聞かないという感じですね。ちょっとほころびが出てきましたね。それこそ最初鎌倉殿に頼家になった時はね、それこそ自分たちで祭り事をするとか、父を超えるとか言ってたんだけれども、ちょっとほころび出てまいりましたね。蹴鞠三昧とかしていてね。若さはこういうとこにも出ますよね。モチベーションが一気にこう、伸縮しちゃうって感じですよね。で、その後、頼家の行動、フラグということなんですけれども、台風被害に関しては、当然鎌倉周辺だけではなくて、坂東様々なところで、まあ、当たり前ですけども、関東地方を台風が直撃したっつったらね、当たり前ですけども、東京だけじゃなくて、神奈川にも埼玉にも千葉にもこう被害が行くわけでございますので、まあ、北条家の伊豆の領地に関しても、まあ、台風の被害が起きてしまって、お米が全然取れないということで、まあ、百姓たちが借りたお米を返せずに、まあ、逃亡してしまうと、お米でね、今でいう税金みたいなものを納めるって形の年貢みたいなものに関して、それを出すことができずにですね、逃亡してしまいましたと。そういう事例が複数報告されたので、
義時は息子の、頼時に対応するように指示しまして、まあ頼時からするとちょっとそういうこと別に今まですげえやってきたわけじゃないから、わ私ですかみたいな感じだと思うんですけれども、まあ渋々出かける形となりますが、これはフラグで後ほど頼時さん見事な采配を振るうことになりますので、それはまたちょっと後ほどお話楽しみにとっておきましょう。話は戻りまして、鎌倉殿に戻ります。頼家だいぶダメになると非常にストレートのタイトルつけさせていただきましたけれども、まずですね、比企能員からしたらですね、この源頼家まだですね征夷大将軍に朝廷から任じられてないんですよ。で、一日も早く征夷大将軍に任命したいんですよ。で、まあそれはやっぱこう朝廷と直接やり取りをしている、まあ、大江広元とか三好康信にこう言うんだけれども、まあ、比企能員の気持ちは分かります。これ自分比企家がどうこうっていうのはもちろんあるけれども、やっぱりこう征夷大将軍の職にないとやっぱり御家人たちがついてこないと。で、しかもこの頃この頼家さんはですね、鎌倉殿はですね、この13人、まあ、今もう9人まで減っちゃってますけれども、9人の評議に乱入して何をやってるってこう見て、こういうことか、これでいいんじゃないかっていうふうに横やり入れて、自分で独断的なその裁断を、処断をするように、なってきているということで、これはちょっとねって感じですよね。まあ、独裁者もいいところって感じなんですけども。で、時折来ては、多分この場面写真まさにそうなんですけど、時折来てはそうやって口だけ出して、勝手に判断していくのに、まあ、蹴鞠をやったりとか、執事のもとに入り浸って、まあ、前在と過ごす時間が多くなったりとかで、もうちょっと鎌倉殿これ頼朝に比べてどうなのっていう風にこうみんななってきてしまって、もう御家人たちの支持率はないに等しくなってきてしまっているので、まあ後ろで拒否されてはいますけども、育ての親であって、まあ一応比企が育てたということである頼家なので、まあ御家人たちの支持率がないに等しいイコール比企家としても後ろめたいというか居心地悪いので、まずとにかく征夷大将軍に早くなってもらわないと困ると、見栄えだけでも力強くなってもらわなきゃいけないっていうような状況になります。で、そんな中ですね、説がちょっと切ない、状況になります。説の話今日全然出てきてないじゃんと思われるかもなんですけども、そうなんです、それが問題なんです。説はですね、そう、先ほど話した通りこの前のところね、つつじのもとに頼家は入り浸ることが多くなっているんですよ。つまり説はほっとかれる時間が増えてきておりますので、それによってご機嫌が悪いとかじゃなくて不安になってしまいます。やっぱりこう寂しさであるとかね、そういったもので不安になってしまいまして、説からすると後継ぎは別に自分の息子である一万でも執事の息子である前在でもどっちでもいいんですよ。とにかくやっぱ寂しさがあるので、頼家と心を通わせた一緒の時間を過ごしたいというのが本音であると。で、それを政子に相談したところ、政子としては、まあ、一層思ってることをぶつけてみてはいかがですかということでアドバイスをするという形になります。これまた後ほどお話10番のところで出てまいります。そしてこの頼家の行動、フラグが結末を迎えますけれども、やっぱこの男は有能ですよ。今回ね、この後名前泰時に変わるんですけれども、やっぱり北条泰時はね、歴史的にも非常に有能な人物としてね、まあ現代でも評価されておりますので、まあその片鱗を見せる形となります。頼家伊豆に行きまして、まあ鶴丸であるとか伊豆の代官らと百姓に、会談をすることとなります。百姓にこう、まず今の状況をちゃんとね、聞くこととなるんですけれども、百姓としてはそもそもね、そのお米を返したくてもお米が取れてない、お米を納めたくても取れていないということなので、どうにもならんと、ないものはないんだと。だったらそれでも締め上げられるんだったら逃げるしかないじゃないですかって、まあ、もちろん逃げてない人たちにヒアリングするんだと思うんですけれども、それでも強行に言うなら逃げるしかないじゃないですかっていうこと多分言うんでしょうね。まあまあ理にかなっておりますよね。それこそだからコロナで営業をね、飲食店一時期こう営業できなくなっておりましたけれども、でも当然家賃は発生するけど、家賃払わなきゃいけないけれども、資金がショートしていたら家賃を払うことはできないわけですよねっていう状況と似ておりますよね。そしたらですね、頼時は一度の前で、まあ、証文を破り捨てると、まあ、その多分 お米を納めるっていうことのね、様々な取り決めが書いた紙をビリビリと破ると。そして百姓たちに、まあ、鎌倉には一定のお米が備蓄されているということで、まあ、鎌倉のお米を、まあ、一人一頭、まあ、供与するという形で、まあ、それによって、まずこう、今でいう、その先ほどの飲食店の例で言うと、要は給付金を与えるという形で、一応まあ、それでこう回して、
欲しいということを、提案いたします。これね、当然代官側からしても、代官側って別にそのほら悪代官だったら当然お米を納めて、あの年貢を納めて不当に納めまくってハッハッハってなるけれども、まあほら代官からしたら正当な代官だったら普通にお米を納めてもらうっていうこと、返してもらうってことに関しては別にほらそれは仕事だから、だから当然そっち側そっち側仕事しなきゃいけないので、まあその今でいうお金をこう回すっていう状況を作るっていう形で、給付する形となりますと。でこの裁定が、まあ、鎌倉で評判になります。頼家もですね絶賛して、頼時やったらしいぜ、すげえことやったらしいぜってなって、でまあ鎌倉殿も絶賛して、よくやったと、お前に褒美で新たな名前を授けようということで、泰時と、天下太平のね泰ということで、泰時という名前を、新たに与えられるんですが、そしてこれが我々も後世でね、頼時って名前よりも泰時って名前で歴史上覚えておりますけれども、泰時からするとね、頼朝の頼の字を失うので実は不満であるということで、まあなかなか、まあまあ確かにそうかって思うところですね。まあでこれで、北条泰時誕生ということで、今後は泰時で統一して解説することがやっとできるという形でございます。はい、そして、あの禅嬢頑張るということなんですけれども、あの禅嬢はですね、部屋にこもって一心不乱にこう呪詛をこう唱える形となるんですけれども、まあ、民は不信と不安、あの心配でいっぱいですよ。まあ、そもそもあの禅嬢鎌倉殿になり損ねて、ミートの間に隙間風が、こう吹いている状態で、でしかもあの禅嬢の呪詛当たりますっけ、当たりますっけ、あれだって五分五分ぐらいだったじゃないですか、過去に会話でも出てきてるけど、だからもう不信と心配でいっぱい、もううちの人 どうなっちゃうんだろうみたいな感じで、でもう悩んだミーはお兄ちゃんに相談で義時に相談をしたところ、義時からするとあの禅嬢が鎌倉殿とか比企能員とかをこう呪っていると。で、それの、ね、依頼主は北条時政と陸であるっていうふうになったので、時政は時、あの、義時は時政に、何を考えてるんですかと、そんなやめてくださいというふうにこう、強く迫ります。まあ多分、しれっとするんでしょうけどね、時政いつもの感じで。で、話は改めて、切寂しいってところから、本音をぶつける形となりまして、本音ぶつけます。もう、前在にまずですね、頼家前在に会いに行こうと思ったところで、廊下でこうばったり、まあもちろんタイミングね合わせたと思うんですけど、ばったりしまして、まあ寂しいですという思い、後継ぎがどうこうとか関係ないんですと、私は鎌倉殿をお支えしたい、近くにいたい、そばにいたいと、そういう気持ちをまあ伝えます。そしたらですね、まあその行動っていうのは非常に積極的な行動で、まあそれこそ若干こう独断的な部分もある頼家からすると、まあ、ちょっと多分不意をつかれたというか、なんかこう強く迫られるってことに関して心を動かされたんでしょうね。それでちょっとですね、こう揺れ動いた結果、ちょっと次のですね、移動地事件に話がつながってまいります。事件でなんでつながるのと思うんですけど、まあちょっと話聞いててください。まずですね、先ほどからずっと、まあ、比企能員が懸念していた征夷大将軍なんですけども、やっと認められる形となりました。なんですけれども、これで征夷大将軍に頼家がなったってことは、誰が一番不機嫌になりますか？そうです、時政と陸です。これによって呪詛の効果がないじゃないか、征夷大将軍になって鎌倉殿の力より強化されてしまったじゃないかということで、まあ、激怒しますか、かわいそうだけどね。で、あの禅嬢は髪の毛を、頼家の髪の毛をもらえれば、それによってまた新たに髪の毛で呪詛をすれば、もしかしたら改めてこう呪いをかけられるかもしれないってことで、髪の毛を手に入れようと頑張ります。なんかかわいそうですよねっていう流れの中で、で、ちょっと頼家の近くにこう行こうということで、裏庭に潜む、まあ庭にこう隠れる形となったら、隠れてる状態で、まあ誰にもバレないんですけれども、ちょうど目の前をこう義時が通りまして、頼時と義時二人のですね、まあ雑談レベルのものからではありますけれども、会話が始まる形となります。またその会話の途中でですね、平知康も来まして、あのあれね、蹴鞠の達人のね、もともと後白河法の側近だった、平も来まして、まあ、ただちょっと後から来ましたので、ちょっと井戸にこう座ってですね、まあ、義時と頼家の会話をですね、聞くというか待つ形となります。あの禅嬢は、物陰に潜んでいる形ですね。だから一応その一空間には、頼家、義時、平知康、あの禅嬢がいるという形ですね。そしたらですね、頼家が先ほどの、まあ、説のですね、強い願いかけもありまして、一幡を跡継ぎにするということを決断いたします。摂津となら鎌倉をまとめていける気がするということで、まあまあそうですかと、義時からすれば
まあまあそうですかという形となりますよと。で、頼家からすると一応これで決まったので、自分の中での意向っていうのは多分心がちょっとすっきりしてですね、まあ持っている蹴鞠をですね、まあこの場面蹴鞠が義時から頼家に渡って、多分その後その蹴鞠をですね、まあ井戸に座る平知康に蹴るんですね。で、そしたらですね、こう、まあ、井戸に座んなんて話なんですけども、井戸に座っていたのでバランス崩してですね、井戸に落ちちゃうんですね。で、井戸に落ちて大丈夫かって助けようとした頼家も落ちてしまうと。これは大変だ、鎌倉殿が井戸に落ちてしまったので、っていうふうになったところで、義時がこう引き上げようとするんだけども、まあこう縄がちょっとこううまくいね、一人じゃ引き上げられなくて、まあ、あの前女が多分まるで偶然を装うんでしょうけども、大丈夫ですかって来て、二人でなんとか、頼家と平知康をこう引き上げて、なんとかここ全員無事でした。全員無事だな、このドタバタ何のためにしたのって思われるかもしれないんですけども、それは次に話がつながります。あの前女の大失態ということで、ちょっとこれ怖いんですけども、これ多分木の人形を呪詛に使うんだと思うんですけれども、まあ、その後、まあ、頼家助けた後で、そこでは何も起きないんですけども、まあ、あの前者、三井にですね、この時政と陸から呪詛を引き受けた理由を説明します。三井の喜ぶ顔が見たかったと、夫婦で隙間風が吹いていたので、まあ、千幡が、自分たちが育てた千幡が鎌倉殿になれば、自分たちの立場も上がるし、自分と三井の関係も改めて再構築できるということで、三井は呆れつつも、結果的には呪詛できなかったので、まあ、安堵してこう手を握る形で、ちょっと夫婦の中は改めて和解すると、近づくという形となります。なんですけれども、先ほどの移動地事件の時に、木の人形、実はあの前女を持ち歩いてたんです。でもその時に移動地事件が起きちゃったじゃないですか。事件が事故、移動地事故が起きちゃったじゃないですか。だから、あの前女大丈夫ですかってバタバタバタってそこに駆け寄ったので、木の人形をその御所の床下に置き忘れてっちゃったんですよ。バタバタに乗じて忘れちゃったんですよ。っていう風になった時に、この木の人形を来週の第30話で見つかってしまって、比企能員に疑いをかけられて、比企家 VS 北条家の争いが激化すると。北条家側はあの前丈が我々ないし今の鎌倉殿頼家を呪い殺そうとすらしてると、謀反ではないかみたいな形でですね、もう一大バトルに発展をしてしまうということで、そのために移動地を、この場面で設けるという形で、いやーって感じですよね。なので今回は大きいことが何か起きるってわけじゃないんですけれども、来週からの北条 VS 比企のバチバチが、のもう火種をこうまるで薪をくべてガソリンも撒いといたからあとは火をつけるだけみたいな状況を今回作ったという形ですね。面白いですね。だから来週より激化しますけども、今週はその下地という回という感じでございます。で、あとですね、シナリオブックには書いてないんですけれども、予告映像であるとか場面写真を見ると気になるのが2箇所ありまして、まずですね、三浦義村の、子供である初がですね、福地桃子さんが演じる大人バージョンになりまして、でそれこそ予告映像にね、あの義時が泰時に、おなごはキノコが好きなんだ、ちげえよ、もう勘違いしてんじゃねえよって感じなんですけれども、この場面自体面白くないですか。ここの二人なんかこうなんかほら近寄って肩こう持ってさ、腕持ってこんな感じで、こっちは親が二人同士この感じで、どういう場面写真って感じですけれども、まあこの二人の行く末気になりますよねって感じが一つですね。そして予告映像場面写真で盛り上がってるのが唐が初登場です。彼女はですね、あのカバドの源の範頼が修善寺に、行った時に、カバ殿と一緒にこう農作業をやっていたご夫婦いたじゃないですか。でご夫婦とも善寺に範頼含めて殺されちゃいましたけども、その時に女の子一人残ったじゃないですか。あの子です。あの子が善寺が育てた上で、あのスーパーアサシンとして成長するという形になりますので、いやーって感じですよ。まあ、彼女は今後、比企能員の編で活躍しますので、シナリオを見ると。面白いですよ、本当に。この山本千尋さんって本当に、まあ、女優さんであり、中国武術の達人ですので、すげーアクションすると思いますよ。非常に楽しみですね。ただ、シナリオね、全く書いてないので、今回はどういう感じで出るのか気になるんですけれどもね。はい。カジュアルかけとき冒頭で切るとかなのかちょっとわかんないんですけれども、ちょっととりあえず彼女が今回初登場って感じですね。はい。
で、まあ、また鎌倉殿の13人の13人の御家人はですね、こうなっちゃいましたね。長良の近吉が出家し、梶原の景時は討たれ、足立森長は亡くなり、三浦義澄も亡くなりで4人消えちゃって残り9人という形となりまして、まあもうほぼほぼ機能しなくなってきているので、もうタイトルの意味がなさなくなってきてますけど、まあ鎌倉、あの大河ドラマってそういうものでございますからね。あの青天をつけだってね、第何話9話ぐらいで、あの山の上でこう青天にこう手をこう天高くこう手を上げるところでタイトル回収しておりましたのでね、まあ、最終回でもう一回出てきましたけども、そういうシーンが、まあまあタイトルに関してはいいんじゃないかと思いますけども、とりあえずこういった形で本日はもう下次回ということで、今回を堪能することによって、不穏な空気を我々がつかみ取る、肌で感じる、ドラマを見て肌で感じることによって30話をより楽しめるということでですね、はい、楽しみに、今回もですね見てまいりましょう。まあ、今回の動画がですね、より皆様がドラマを楽しむきっかけとなれば幸いでございます。月曜日にですね、放送終了後に改めて徹底解説動画アップさせていただきますので、そちらもぜひお楽しみください。はい、本日は以上となります。ご視聴いただきましてありがとうございました。それでは。